初代リンカーン伯爵、エドワード・ファインズ・ド・クリントンは、イングランドの貴族、帝神、軍人。ヘンリー・パッセイからエリザベス女王までのチューダー長の宮廷に仕え、海軍教に長期にわたって在職した。1517年に第9代クリントン男爵位を継承し、1572年にリンカーン伯爵に除された。若い頃のクリントン男爵を描いた。 肖像が1512年に第8代クリントン男爵トマス・クリントンとその妻ジョアンの唯一の男子として生まれる。1517年8月7日に父の死により第9代クリントン男爵を継承した。1536年に貴族院に招集された。1544年のヘンリーパスイによるスコットランド侵攻に従軍し、 同年へジンバラにおいて、初代ハートフォード博、エドワード・シーモアの手で、ナイトに乗された。1547年に、サマセット港が実施したスコットランド侵攻でも、サマセット港との共同運営の艦隊の指揮をとり、ピンキークルーの戦いの勝利に貢献した。1548年から1550年にかけては、フランスのブローニュー長官を務め、1550年の、 講和条約に基づいて降伏するまで、フランス軍の包囲から同志を守り抜いた。その奮戦が彼への信頼性を高め、1550年の帰国後に栄進した。1550年には、水密顧問官に列するとともに、海軍教に就任した。1551年には、ガーター勲章を授与されている。サマセット校失脚後に権力を握った、初代ノーサンバランド校。 ジョン・ダドリーと親密な関係だったため、1553年にカトリックのメアリー女王が即位すると海軍教の地位を追われたが、メアリー女王との関係を修復して1554年のワイアットの乱の鎮圧には積極的に参加した。さらに1557年にはセイクエンティンの戦いではスペイン軍と共に戦っている。 そのため1557年から1558年にかけて海軍教に再任された。1558年11月にエリザベス女王が即位したが、彼女の下でも海軍教の地位を維持した。1569年の北部諸公の乱の際には、鎮圧軍の指揮官の一人を務めた。1572年5月4日に、リンカーン伯爵に助せられた。 1573年にはガーター騎士団の長官を務めた。1585年1月16日に死去した。爵位は長男ヘンリー・クリントンが継承した。晩年の1584年に描かれたリンカーン博の肖像が1517年8月7日の父トマス・クリントンの死去により以下の爵位を継承した。1572年5月4日に 以下の尺を新規にノブされた。1530年にエリザベス・ブラントと結婚。彼女との間に以下の三女を設けた。1541年に第七代ストートン男爵、ウィリアム・ストートンの娘アーシュラと再婚。彼女との間に以下の三男二女を設けた。ありがとうございます。